これいいですね。ね、このぐらいの、このぐらいの音が欲しいですよね。これちょっと時間経つと変わるんですよ。いきます。なんかですかね。ちょっと縦伸びしてる感じですね。はい、やっぱこのリスティック の、 あの甘み、最初口入れた時の最初のこう甘みとか、この香りの、なんだろう、こう鼻に抜ける香りがすごく美味しくて、ですごいもちもちなんですよね。でこれは水の量とかやっぱりリスティックならではだと思うんで、はい、すごく美味しくできたんじゃないかなと思います。今回レスペクチュスパニッシュでリスティックを作ります。ポイントは翌日の発酵具合とパンチのやり方に、重要なポイントがあります。そこをぜひご覧いただければと思います。でこの 1g とかは本当に微量なんですけど、これ入れるか入れないかで味はだいぶ変わります。本当に美味しくなります、 1g で。でこれも溶かしちゃいたいんで、全部モルトとイーストとルバーを水の中でとにかく溶かしておけばいいです。あの、まず溶かしてから入れる、これ大事。これでの材料全部入りました。であとはで、このリュスティック、バゲットよりも吸水多いので混ぜるのも楽ちんです。これであと30分後にパンチして18時間っていうのは、まあ、なので目安にしてもらえればなと思います。今日だったら、これちょっと周りから外していきます。はい、で、この状態で出した状態です、はい、2回昨日やってます。でもこれでもう十分十二分にもう、なんだろう、浮く力は持ってるので、もうここからはもう一切緩めるしかしない。こういうパンだったら、こね上げ温度も大事なんですけど、置いとく方が大事、温度の方が大事なんですよね。十何時間も置いとくわけだから、こね上げ温度が例えば26度だろうが24度だろうが、置いとく温度が1度変わる方が大きく影響を受けます。でもやっぱ人の手を加えるってことは、それだけ生地を張らせたり弾力をつける行為なので、もうそれ、これに関してはもう十分、力もついてるし、それじゃあもう何もしなくていいっていう状態ですね。で、このまま、はい、で、このまま、はい、じゃあオーブンに入れてもらって、これサンドイッチにするとまたうまいですよね。結局あれですよね、そのミキシングしてないんで、結局2回パンチしただけだから、はい、リュスティックなんですけれども、今日前日に生地をこねて発酵した生地の具合、どれぐらい発酵していたかっていうのが非常に重要なポイントになりました。で、そこからパンチをして、どういうパンチをするか、そこによって力をつけてホイールで生地を緩めて、オーブンで釜伸びする生地を作る、その方が非常に重要なポイントだったと思います。